さん。ん？秘書のマリナです。ああ。この金でどうだ！お兄さん、一杯飲んでって。稼ぐぜ。
らんかと。いらっしゃいませ。いや、
れ、お客さん初めて？ああお好きな席にどうぞ。いや、俺は待ち合わせで。緊張してんじゃねえよ。錦。よ。なんでお前がここに？行きつけの店の1軒や2軒俺にだってあるさ。この店は今俺の一番のお気に。な、レナ。あら、錦山君のお知り合い？あ、もしかして桐生さん？ああ、そうだか。うわ、やっと会えた。一度お会いしてみたかったのよ。錦山君、酔うとあなたの話しかしないからね。おい、余計なこと言うな。まあいい、とりあえずここ座れよ、桐生。それにしても奇遇だな。ああ、お前はよく来るのか。まあな、組の兄貴たちもまだこの店は知らねえ。落ち着いて飲めるんだな。そのうちおめえも誘おうと思ってた。ならちょうど手間が省けたな。そういや、おめえさっき待ち合わせって言ってたか。相手は立花不動産の小田だ。先に来てるはずなんだが。小田さんならまだ来てないわよ。さあどうぞ、最初の一杯は私のおごり。もともと小田におごられる予定だ。なんだ、あまり乗客じゃないみたいね。なーに、俺たちはこれからの人間だからよ。今度はユミちゃんにも会ってみたいな。歓迎するわよ。あいつはまだ学生だよ。でもなんだったらここでバイトさせてやってくれ。おい、ユミにこの町でホステスさせんのか。人気出ると思わねえか。あいつはひまわりの頃から親父にモテる。じゃあ期待の新人ね。そうかもな。なんだか桐生さん、由美ちゃんのお父さんみたい。そこはせめて兄貴みたいって言ってやれよ。失言ね。それにしても立花不動産の小田って言ったか。ちょっと遅いんじゃねえのか。どうする、もう一杯飲むか。いや待つよ。先輩をほっといて俺だけ出来上がっちまうわけにもいかないからな。ほん、なんだよ、おめえも少しはサラリーマンっぽくなってきたじゃねえか。これくらいで何言ってんだ。ただのマナー、常識だろ。その常識がねえのがおめえだったろうが。言ってろ。ねえ、それならカラオケでもどう？え？いいね、歌う歌う。バカ、それじゃ酒飲んでんのと変わんねえだろう。つうかカラオケならこの前も。じゃあお前は聞いてるだけでいい。俺が勝手に歌うから、それならいいだろ。仕事上がりの時くらい固いこと一個なしよ。歌ってる間に小田さんもきっと来るわ。しょうがねえな。よし、そうと決まれば善は急げだ。ミュージックスタート。
そびれた。さあ、もっとなんとかできないわけ。愛の手を入れるなら入れる、入れないなら入れない。中途半端なんだよな。ちうるせえな。おめえの歌が。な、俺のせいにする。それじゃおめえ歌ってみろよ。あ、私もキリュウさん。いや、だから俺は歌わねえ。それにしても小田ってやつ。本当ね。いらっしゃ。元気そうだな。アワナの兄貴、なんでここに座ってろ。錦山、こいつらに見覚えあんだろ。桐生、その説はお世話になりました。桐生さん、お前ら戦友やの。お前らが織田をやったのか。その前にお前がうちのしのぎ邪魔したんだろ。立花不動産で言え、こそこそ東洋会に盾ついてる連中で、組抜けて早々お前もギリってものが分かってねえ。親父、ここは俺が。こいつ知ってるか。うちの岡部ってもんだ。例の戦友屋のしのぎはこいつの仕切りでな。かわいそうにおめえのせいでけじめつけちまった。おめえ今度は何やらかした。下っ端が口を挟むんじゃねえぞ。うれっ、うん、錦。いいね。俺がこちらの片木さんと話してんだろうが。錦山よ、ガキがシャシャレ出てくんね。錦山は関係ねえ。こいつとはたまたま居合わせただけです。慌てなくても次はてめえだ。ねえ親父、もうこいつやっちまっていいすか。こいつの面見てるだけで俺らはもう。おう、片木の皆さんに迷惑かけねえようにな。店の外でやれ。ほらここで錦山と飲んだろ。
美人のママも一緒にな。ああ、来いや、キリュウ。すぐに戻る。おい、そんじゃこっちはこっちで楽しくやろうや。ねえ錦山。俺はよ、お前が正気とは思えない。死に急ぐのか。何つったってんだ。なんか勘違い。ん？あんたらに詫び入れる気はねえよ。おと、やる気なのか。切る！てめえ。やるもんだ。クゼの兄貴も手焼くわけだな。組抜けてからの方がよっぽどヤクサじゃねえか。次はあんた。なんで立花不動産にやる。何？待ってろぜ。俺がわざわざこんな山で出張ってきたな。おめえが立花。俺はよ。どう思うか、あんたの。立花不動産。そうか、まだか。どれでも手がかりくらいは掴んどるはずだ。俺は何も言ってねえぞ。ねえ、いい。おめえの目を見りゃ何だかんだ。おめえは分かりやすくて本当いいや。なあ、キリュウよ。俺に立花不動産のやつはうまいこと隠れ回ってるようだな。青にはおめえに仲立ちしてもらうのは手っ取るばい。俺はもう堂島組を抜けてる。やってくれりゃ戦友屋の剣は水に流してやる。おめえ、風間だ。それとも無所に逃げ込んで。やってみろ。ちゃんと頭使って聞いてるか。これはおめえだけの話じゃねえ。このままじゃい。あんた、体の一つの情報。つまり朝まで考える時間があるな。大丈夫。返事がねえときは
小田さん。キリュウ、すまねえ兄弟。俺はまるでお前の力になってやれなかった。いや、そりゃこっちのセリフだ。結局お前のことまで巻き込んじまった。悪い。おい、お前これからどうする気だ。さっきの青野ってやつにうちの社長を渡せって言われたんだろ。さっきおめえが下で暴れてる間、阿波野の兄貴がそう言ってたんだ。これから堂島組が組を挙げて立花の社長を探すことになるってな。ああ、俺からもお前を説得しろって言われて、立花を渡すことがお前が死なずに済む唯一の道だと。よう、社長は今お前の濡れ衣晴らすために町中の情報を集めてんだ。その社長の首を堂島組に差し出すのか。あんた黙ってろ。なんだと。断りは立花の代わりに気流が的にされる。組織ぐるみで追われりゃいくら何でも生き残れねえ。だったらうちの社長が殺されることは構わねえのか。てめえらが霧を巻き込んだ。立花、なんでここに。警察が調べ尽くした現場です。もう真犯人につながるような証拠は残っていませんよ。分かっている。うちの情報網を使ってクゼを洗いました。もしクゼがあなたをはめた黒幕であれば、ここでの殺しのために殺し屋を雇ったはずです。ですがクゼの周りにそういう動きはありませんでした。どういうことだ。つまりあなたに殺しの濡れ衣を着せた黒幕はおそらくクゼじゃありません。他にいます。何。今私が掴んでいる情報はここまでです。それをあなたにお伝えしようと思いましてね。そのためだけにあんたはここに。ええ、ですがご心配なく、私は神室町から姿を消しはしません。堂島組が
うちの動きに気づくまでもう少し時間がかかると思っていましたが、それでも想定の範囲内です。その割に小田は泡食ってたらな。小田さんにもまだ伝えてないことですが、実はこの殻の一坪の所有者を見つけました。え？わけあってまだ接触はできていません。ですがその人物をうちが抑え、堂島組は我々に土地を売ってほしいと頭を下げることになる。この土地の価値はそれだけの力を生むんです。ですから桐生さん、あなたにはそれまでの間死なずにいていただきます。無理な相談でしょうか。殻の一粒の持ち主はいつ抑えられるんだ。一日ください。ただし他言無用です。たとえ相手が錦山さんや柏木さんであっても。あんたを今阿波野に売り渡せば俺は堂島組に狙われずに済むんだがな。あなたがそういう人なら私はこんなところにのこのこ顔を出したりしませんよ。明日連絡します。どうかそれまで堂島組から生き延びてください。桐生さん。土地を売ってほしいと頭を下げることになる。この土地の価値はそれだけの力を生むんです。ですから桐生さん、あなたにはそれまでの間死なずにいていただきます。無理な相談でしょうか。殻の一粒の持ち主はいつ抑えられるんだ。一日ください。おい。
虫の居所が悪いんでな。やんのか。心が悪いんでな。やんのか。Yeah.